とことんやりこむ、どうも、なおしんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワー更新されましたね。第2章の開幕です。今日から6本にわたってタワーを1階から30階まで攻略していきます。5回ずつやっていきますね。一気にやってしまうとちょっと長くなってしまうので、1階から5回、6階から10階、そういう感じで6回にわたってやっていきます。ではまずは1階からスタート。ではまず1階です。入りましたらば雪玉入れておきましょう。雪玉はね、すごく優秀なスキルとなってますので、これで生存率がぐっと上がります。で、この階段の下にロイヤルガードが出ます。ロイヤルガードは、近づいて倒すとちょっと厄介なので、遠目から弓を使って倒していきましょう。ちょっとガチ殴りでいくとちょっとねやられる可能性があるので注意していきましょうね。で、ここもね結構な敵の多さなんだけど、あまり前に出すぎないようにしましょう。できれば、2体ずつ敵を倒していく感じだね。一気に3体4体な、相手にしてしまうとちょっと火ダメが多くてやられる可能性があるので、極力2体ずつぐらいを、目安に戦っていきます。ということで1回はクリアですね。で、ここの報酬、星なき夜取りたいところですけども、ゴーレム取ります。タワー第2章、ゴーレムがめちゃくちゃ役に立つので、ここは必ずゴーレムを取った方がいいです。ゴーレムでいくよ。はい。で、ここは特に問題もなく、ゴーレムを召喚して、一緒に戦っていく感じです。で、1階と同じく、あまり多くの敵を一緒に、相手にしてしまうと辛いので、できるだけ 2,3 体、多くても 2,3 体を、相手にするようにしていきましょう。で、ここら辺をね、行って倒しておかないと後で打ち漏らしで戻ってこなきゃいけないので、まず上を倒して、いきます。で、ここも先にね、ぐっと先に行っちゃうとものすごく敵が来るので、極力手前の方で敵を、せめて4体までぐらい、それぐらいの数で戦っていきましょう。いっぺんに来ると本当にねすぐやられちゃうので注意しましょう。はい、2回クリアです。はい、ここは何も取りません。そして入りましたらば雪玉を2まで上げてください。雪玉のね、レベルは1と2では全然違うので2まで確実に上げておきましょう。で、ここね、このね、下がね、すっごい鬱陶しいのよ。で、このね、3階の攻略のコツなんだけども、急ぎすぎないこと。もう急いで前に出すぎると、ほんとすぐやられちゃうので、もう出すぎない。時には、途中で立ち止まって、休憩するっていうのも重要です。よし、ここ多いよ、いけ。危なくなったら戻っていいから、戻って若干休憩していいんで、とにかく急ぎすぎないようにいきましょう。で、ツタはできるだけ処理していった方がいいです。その方が、ゴーレムがうまいこと動いてくれるので。で、このね、召喚するやつ、こいつは早めに倒しましょう。で、雑魚をめちゃくちゃ召喚されてすっごいめんどくさいんで、まずは召喚してくる敵を処理していく、これ重要です。で、ここも、同じく前に出すぎない、落ち着いていくことです。まだね、装備品が弱いので先
に行きすぎるとほんとすぐにやられちゃうので注意していきましょう。よし、 OK かな。ここ敵はねちょっと多めなんで本当にねゆっくりずつ行きましょう。3回クリアです。で4回ここも、何も取りません。はい、あで、雪玉3しましょう。3だね。でここは特に難しいことはなくって、途中でねクリーパーが少し、まあ、1、2体出るかな。そのクリーパーだけを注意すればあとは大丈夫です。うん、クリーパーはねゴーレムがうまいこと起爆してくれるのでゴーレムに任せちゃいましょう。この4階はね特に問題ないと思う。ここは全く問題ない。まあ、クリーパーがどこに湧くかっていうのは俺まだちょっと把握はしてないんだけども、まあ、やってるとわかるし、まあ、上の方から来たね。クリーパーは危ないのでゴーレムにしっかり任せちゃいましょう。はいはいはい、あとはゾンビとクモをゆっくり処理していくだけ。はい、ということで4階は楽勝だね。クリアです。クリーパーだけちょっと注意してください。でここビッグスの召喚の歌だね。これを取るようにしてください。これがあると、7階のボスが、結構楽になるのでおすすめです。ビッグスを取っていきましょう。あ、その前にゴーレムをね一回こういう風に置き換えてやると、ゴーレムが一回やられたことになって召喚し直すことができるので HP 管理が、簡単にできます。はい、でここクリーパー多いです。クリーパー多いのでビッグスに任せちゃいましょう。ビッグスがうまいことクリーパーをやっつけてくれるのでおすすめだね。はいはいはい、はい、こっちも行って、おう倒しちゃった倒しちゃった。もう自分から近づいちゃうとねほんと危ないんで注意していってください。あとちょっとか、あこっちだ。これで終わりかだね。まあ、クリーパーが3、4体出るので、ビッグスを召喚して、起爆してもらうようにしてください。そうすると安全にクリアすることができます。5回クリアですね。で、ここでは、エンチャンターの書。これです。これ絶対いります。むしろ、ここで取って30回まで使えるので、エンチャンターの書は、必ず取るようにしてください。はい。ということで、今日は、1階から5階までやっていきました。タワー第2章は、序盤が結構難しいので、落ち着いていきましょう。まあ、そんな急がずね、危なくなったらちょっと後ろに下がるような感じでいくと、全然いけると思いますので、行ってください。はい。では次は、6階から10階。ですね、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。